いやー、皆さんごきげんよう。そしてようこそニートエンパイアへ。今回もエクスペディションコンキスタドール実況プレイやっていきたいと思います。最近ね、このゲーム積むんじゃないかと思い始めまして、スチームのレビューを見たんですよね。そしたらね、この使用可能な経験点1810、これを消費することによってユニットのレベルを上げることができるようです。今更だよね。今我々のユニットは全員新兵なんですよ。今生き残っている彼らをレベル上げて少しでも強くしようかな。近接武器とかもいろいろあるんですね。あー、やっとけばよかった。どうしよう、なんかあげますか。もう積むよね。なんかあげないとね。とりあえず、防御、近接攻撃に対し防御力が5上昇。狩人なんで高め狙い、遮蔽物に隠れた敵に対する遠隔攻撃の命中率ペナルティが半減。こういうのがあるのか。今健康な歩兵はこれだね。ギュレルも。ギュレルも強くするしかないな。どうしよう。アドレナリン、一匹狼、低め狙い、健康体、剣士。一等兵。今ギュレルも一等兵なんですね。なので一等兵のスキルが使えるようです。どうしよう。どうすっかな。剣士。ハサミ打ちにされた際のダメージボーナスが 15% から 5% に減少。いろいろあるな。アドレナリング類は耐久力が 20% を下回ると攻撃力が10上昇。ある特定の状況下でしか発動しないようなスキルは使いにくそうなんですよね。常に発動しているようなやつじゃないと運用が難しいんだよね。なので、あれ、これいいんじゃない？容赦なし。通常攻撃後 5% の確率で追加行動が可能。5% はちょっと少ないか？どれもこれも一癖あるな。じゃあ、ハサミ打ちされた時のダメージボーナスが 15% から5に減少でいいかな。アーセプト。これなんだい？今、5丁に昇進してるんですね。ギュレルモが。ちょっと待って、今ので、使用経験点100点使ったんだよ。ただ、あと18回使えるよ。あと18回も使えるのかよ。復讐者。味方を戦闘不能にした敵を攻撃する際 10% のダメージボーナス。聖眼。攻撃時、敵の鎧を7点貫通。これ絶対強いやつだろ。軍曹。ああ。位上げると、士気が上がりますね。今、ギュレルも軍曹ですね。じゃ、軍曹じゃなきゃ使えないスキルはなんかあるかい？なんだ、なんかあるかな。鍛錬、これすごくないか？耐久力が10増加。これいい、最高だろ。じゃあ、もうこれからギュレルも、酷使していくしかないな。あと、近接歩兵。トレビーノ。トレビーノ使うか。トレビーノも同じでいいだろう。まず防御。で、次は。鍛錬。とにかく硬くしていかないとね。もう、経験点400だ。そんなにないな。なるほど。階級が上がるごとに、消費する、経験点が多いんだね。副官まで行くと1000だからね。今まで貯めすぎてたかなと思ったけど、そうでもなかったな。でも、もっと早く知っておくべきだった。これを知っておくだけでも、イザベラが死ななかったんだよ。鍛錬も、全員鍛錬は必要だろう。じゃあもうこれで終わりだな。経験点10しかないから帰りましょう。今回はおそらくレアンドラとの戦いが待ってるんでね。このレアンドラとの戦いに勝利すれば、
このイスパニョーラ島での物語は終わるでしょう。そして新大陸を征服せよメキシコ編が始まると言ってもいいんじゃないでしょうか。ただもう食料がないので、問題はサントドミンゴまで帰れるかどうかなんですよね。帰れる自信がねえよ。食料なんてない。獣肉を全員に割り当ててキャンプ。7人の従者は空腹により士気が低下。我慢してくれ、我慢してくれよ本当に。おい、なんで歩かないの。ちょっと待って、歩いてないじゃん全然。あ、歩いてるわ。やばい、無駄なキャンプをやってしまった。これもう無理だよ。獣肉を1獲得しました。助けてくれよ俺を。難易度が高すぎるゲームだよ本当に。もうダメだ、獣肉しかない。ペドロが治療の不足により死亡。薬剤がないんだっつってんの。もうどうするよ俺。帰ってくるまでに一体何人になっちゃうんだよ。獣肉、あ、こっちに2があるな。で、全員に割り当ててキャンプですね。孔明、あ、その世の焚き火の周りは恐ろしい雰囲気だった。不平や企みの声があなたのテントまで聞こえてきた。夕食のためにあなたが姿を現すとその声は止んだが、その怒りは従者たちの表情に残っていた。何事だというのだテレサ。従者たちは視線を交わしたが何も言おうとしない。ようやくテレサが立ち上がる。もううんざりだカピタン。まずいんじゃないのか。同意のざわめきが上がる。テレサが勢いづいて続ける。あなたにはこの遠征を率いる能力がない。あなたの判断は全てが間違っている。要するに。彼女は拳を握りしめまた緩めた。まるで喉が渇いて仕方がないかのようだ。要するにこれで終わりだ。私たちは抜ける。周りを見渡すと彼らのテントは設置されておらず、荷物も解かれていなかった。あ、もう帰る気満々じゃん。つまりこれは孔明か。皆が立ち上がる。止めようとは思うな。誰も傷つく必要なんてないんだ。そのぐらいの礼儀は払うつもりだ。争うつもりはない。抜けさせてくれと。この地で我々から離れ一週間でも生き延びられると思っているのか。そうだ、その通りだよ。リタが立ち上がり、あなたに指を突きつける。あんたと一緒にいるよりはかえって長生きできるというものだ。ふん、すまない。正論だ。食料がないんだって。友よ、私たちはスペイン時代からの付き合いではないか。君は私の父に忠誠を誓っただろう。君たちにはそれぞれ背負った過去があり、未来への野望を抱いてはるばるここまでやってきたんじゃないか。周りを見ろ。君の戦友たちを。成功の夜明けを前にして君は私たちの仲を裂こうというのか。成功の夜明けを前にしてって、お前食料ゼロでよくそんなこと言えるよな。沈まれ、逃げようものなら私が止める。お前に止める力はないくせに。ならばされ。だが戻ってきて泣きついても許さんぞ。では行くがよい。幸運を祈るよ。こらこれやるか。私たちの仲を引き裂こうというのか。あなたは言葉をうまく選んだが、感情を動かす力が足らなかった。あなたが話し終えると、幾人かの従者は感心した顔をしていたが、すぐに不平不満のざわめきが、孔明者の間に広まり、あなたが何も得られなかったことが明らかになった。もうダメだ。行くがよい。孔明者らは驚いたように目を合わせる。気が抜けたような表情だ。テレサがうなずき、荷物を持って去っていった。
残された従者たちは彼らの背中を眺めた後、夜の作業に戻るが、目に見えて動揺していた。何人減ったんだ？ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。嘘でしょ？我々だってもう2人しかいないじゃん。これ、遠征隊って言えんの？これピクニックなんじゃないの？もう助けてよ。積むって。おい、積んだらね、やり直すよ。でも積むまでは俺このままでやるからね。実際のね、コンキスタドールってこんなもんなんだよ。指揮官が無能であるロールプレイも一つぐらいあってもいいと思うんだ、私はね。コンキスタドールがみんなコロンブスやバスコダガマみたいな優秀な人たちなわけじゃないんだよ。大体はクソみたいな上司なんだよ。私はそれをシミュレーションしてやってるんだよ。そう、これはシミュレーション RPG なんだから。これちょっと見づらいな。ああ、道に出ましたね。こっからは移動速度が上がりますね。全員に割り当て。これね、レアンドラとの戦いで積むような気がしてきたな。いや、もうすでに積んでると思うんだけど。この辺りだな。ちょっと待って。レアンドラとの戦いは絶対に勝たなきゃいけないと思うんですよ。私たちの船はサントドミンゴの総督が今差し押さえてるじゃないですか。そのサントドミンゴを襲おうとしているのがレアンドラなので、戦闘に負けたら船返してもらえないんでね。厳しいね。ただもう食料はね、全員に割り当てられるようになりましたね。まあ、なんつったって遠征隊じゃないからね。これピクニックだからな。全員、私合わせて3人しかいないからね。ここだな。この辺りだな。あー、マジで難しいよ。さっき経験値振ったんで、ユニット多少は強くなってると思うんですけど、あの防御力10とかね、上げたじゃないですか。ただあれでね、何かが変わるって話じゃないと思うんですよね。ああ、もうダメだ。お前も去ってくんだろう。まあ、そんな顔しちゃって、何の前触れもなく、あなたの目の前で、アレジャンドロ、が突然地面に飲み込まれる。ちょ、バッドイベントすぎるだろう。彼のそばを歩いていたベルナンドには、その一歩を踏み込む地中に消える寸前に止まれと叫ぶ時間がかろうじてあった。地面にってことは、これバンブートラップなのよ、なんじゃないの。地面に穴掘って罠が仕掛けられてあったんだろうね。どちらの隊員もすぐに浮かび上がるが、取り乱して両腕を振り回し、助けを求めて叫んでいる。あなたの後ろの誰かが叫んだ。底なし沼だ。急げ。荷車から長い縄を。永遠にも感じる時間が過ぎ。重木の一人があなたの縄を持ってくる。不運な隊員たちは二人ともその、おでから顔をわずかに覗かせているのみだ。やばいな。従者が4人いたらね、私が一人助けて、残りのやつが、片方、また助けて、両方助けることができるんだが、この遠征隊は、総人数3人だから、どちらか一人しか助けられないんだろうな。だとしたら、さっき、軍曹まで挙げたこの、ベルナンドを助けよう。あなたはベルナンド・トレビアーノに、縄を投げる。その兵士は必死にもがいて、その、命綱を握り、あなたと重木らが、砂を流砂から救おうと、引くそれに、ちょっと待ってくれ、重木。もう重木遠征隊に引き入れろよ、お前。これ無理だって。彼を流砂から救おうと引く、それに命がけでしがみつく。一方で、アレジャンドロ、ピンタードの叫び声はますます高まり、絶望の色が濃くなっていく。続けて縄を、ピンタードに投げる。トレビーノが、
硬い地面に引き上げられ安全が確保された後、あなたはピンタードに縄を投げるが、彼の頭はもはや地表にはなく、彼が縄を視認することは不可能であった。あなたは縄を掴んで飛び込み、ピンタードを腕に抱いて穴から引きずり上げる。どうやら彼は多量の砂や泥を飲み込んでしまったようだ。おそらく数日は苦しむことだろう。数日じゃないよ。数日じゃないぞ。薬剤ないんだから、永遠に君は苦しむ、そして死ぬだろう。いや、わからない。その数日の間に死ねば君は苦しむから解放されるのかもしれない。そういう皮肉なのか？なんとか帰ってこれだ。食料、買う金あるかね？私に。あ、ちょっと待ってくれ。おい、もう総督の建物しかクリックできないじゃん。これセーブだ。これゲームオーバーかもしれんぞ。よし。行くか。いざ戦場へ。総督ベルナルド・デ・マンサネードの下で働く職員は、あなたの雰囲気から滲み出る緊迫性を感じ、今回はあなたを止めようとはしなかった。総督の執務室では、総督とフアン・ノリエガが町の防衛計画を練っているところであった。あなたが部屋に入ると、総督は警戒した表情で顔を上げる。何事だ？レアンドラは全兵力を持って町に攻撃を仕掛けようとしている。直ちに防衛の準備にかからねば。そう。エステバンも来ているのかね。エステバンは倒した。倒したとは、倒してないぞ。あいつは倒されたんだよ。命だけは助けたが、今後あなたを困らせることは二度とない。私が保証する。ノリエガは困惑した様子であり、あなたはデ・マンサネードがノリエガに作戦を伝えていなかった可能性に思い至った。使えなさすぎな。もうなんだそれ。総督は不満げだ。エステバンを殺してくれた方が助かったのだがな。あの男の罪を考えれば、神とてそれぐらいはお許しになろう。ともあれ、奴が本当に二度と我々に付きまとわないというのであれば、貴公の言葉を信じよう。それを合図にしたかのように、中庭からラッパが鋭く鳴り響く。あ、もう来たんだな。早いな。ノリエガが剣を抜き、歯を食いしばる。合図が鳴った奴が来た。さあやるぞ、セニョール・エンシェント。お主を長いことこの島に引き留めてしまったのは申し訳ないと思っておるが、どうかこれが最後だと思って今一度手伝ってくれんかね。反乱軍は戦力を二箇所に集中させるだろう。ここアルカサル・デ・コロンと王様砦だ。ちょっと私に歩かせるつもりか？食料ないんだから。ちょ、やめてよね。私はこの島で後ろ詰めとしてこれ駐屯部隊として戦いたいよ。お主の兵はここに集まり、ありがとう。総督閣下をお守りしてくれ。中庭に向かい防衛の準備を整えるのだ。主がお主を見守らんことを。健闘を祈る不安、気をつけて。ああ。あなたは宮殿の豪華な廊下を走り抜け、使用人や職員の間を疾走し、階段を飛び降り、最短距離を通って中庭に到着した。あなたの兵はすでに武器の用意を済ませ、外であなたを待っていた。ベルナンドが進み出る。準備はできてます、カピタン。どうぞご指示を。さすが軍曹。私への忠誠心は一人前だな。食料がなくてもついてきてくれんだからね。もう君は一体何のために働いてるんだよってぐらいの忠誠心だよ。全員がその場で一斉に直立する。残っていた民間人が大慌てで走り去って視界から消えると、不気味な静けさがあなたの周囲を覆った。うん。ああ、主人公は今、遠征隊に、を鼓舞するために演説をしてるんですね。遠征隊かっこ二人のために演説しよう。我々は、この地に戦いに来たのではない。他人のために命を張りに来たのではない。スペイン人の同胞を殺しに来たのではない。だが、今日この日、我々はやらねばならない。なぜなら、我々の力が必要とされているからだ。これを、総人数三人の我々が言うのはあまりにも恥ずかしいのでやめよう。こんな日が来るなど、誰が予想したことだろう。訪れたばかりの知らない島で、知らない町を守るために戦うなどと。だがここは、どこか異教の地などではない。この町はスペインだ。我々の故郷の一角であり、
美しい海岸を持つ愉快な地、守るに値する土地だとは思わないか。これはね、当たり障りのない言葉を選ぶ政治家のような言葉で私はこれ好きですね。これにしよう。兵士たちは前をまっすぐ見ているが、あなたには彼らがあなたの一語一句を真摯に聞いていることがわかる。ありがとう。イスパニョーラは我らの港、我らの根城、新大陸へと続く階段の最後の一段。もし我らが新世界を征服しようと思うなら、まずはすでに征服した地を守れるぐらいの能力は証明すべきではないか。これだな。隊員の幾人かは無心でうなずいている。ハンと友は全力を持って我々の元にやってくるだろう。彼らには彼らの大義があり、大義が彼らにあると信じている。だが我々は真実を知っている。奴らはうぬぼれと欲望に惑わされているだけだ。大地を踏みしめ仲間と共に立て。あの殺人鬼どもに真の正義が何たるかを見せてやろうではないか。これやめよう。私はね、戦闘が始まった瞬間にどさくさに紛れて失踪し、自分の船を取り返し、そのままの勢いで新大陸に行こうと思ってるからね。これ選びません。我らの敵は我らを倒し、我らが初めて島の土を踏んだその日から、我らの友として良くしてくれたこの島の優しき人々を一人残らず殺し尽くすつもりなのだ。今こそ友に借りを返すとき。これもやめよう。どれも選びたくないよ。あなたの兵は剣を掲げ、声を合わせて叫ぶ。ポルラ・グローリア、栄光のために。あなたの隊は中庭に散り、ノリエガの兵が敵の足止めに設置した荷車やバリケードに隠れるように配置についた。不吉な予想が頭をよぎり、永遠にも思える時間が過ぎた。そしてついに、スペイン人の兵士とタイノ族の兵士による寄せ集めの部隊が建物の間から姿を現し、宮殿ににじり寄ってくる。あなたは頭上でドアが閉じる音をかすかに聞いた。おそらくバルコニーに出ていたベルナルド・デ・マンサネードが部屋の中に隠れたのだろう。これ何これ。おい、マジか。行くしかないな。一人とか。あ、もう音楽がそれっぽいね。ちょっと待って、いなさすぎて。敵は1,2,3,4,5,6 ですね。で、我々は、私どこ。しょうも隠れてんじゃん。じゃあやろう、行きましょう。あなたのターン。さあ戦おうぞ、行きましょう。じゃあ初手ね、まず最初撤退しましょう、戦闘から。しょうがないんだって、これ戦うやついないだろう。反乱軍はついにあなたの防衛線を突破し、あなたの兵を踏み越えて突入してきた。あなたは宮殿内に向かって進む敵との衝突を回避するようなするよう、敵の側面に兵を動かし宮殿から脱出した。もはや反乱軍が宮殿に突入する様を遠巻きに見守るほかなかった。せめて総督だけでも救おうとした試みも阻止された後、ベルナルド・デ・マンサネードの体が2階の窓を突き破って投げ出され、地面に激突した。宮殿の陥落は明らかであり、あなたは街中に撤退せざるを得なかった。そして目的更新、サントドミンゴを守れ。さあ守りましょう。次は、反乱軍は宮殿を落とし総督を殺害した。街の他の場所の状況を把握しなければならない。じゃあまず市場行きましょう。そうですね、市場。兵を連れて市場へやってくると、ファン・ノリエガが兵と共にあなたを待っていた。その隊長は近づいてくるあなたを見て数歩歩み寄る。宮殿は守れたか。総督は失敗だ。宮殿は落ちた。総督は死んだ。絶望が彼の顔を覆う。全ては失われた。宮殿が落ち、砦まで落ちた。残ったのは我々だけだ。ちょっと待ってくれ、砦まで落ちてしまったのか。何があった。奴らは全ての門を攻撃してきたし、工場はしごまで持ち出してきたのだ。ウンベルトもやられてしまった。ウンベルトまでやられたのか。
じゃあ総督死んでもしょうがないね。これからどうしよう。ノリエガは首を振る。すべてを投げ出す寸前にいるようだ。我々に残された道は決死の突撃だ。石膏はレアンドラが港の近くで部隊を直接指揮していることを掴んでいる。奴の元にたどり着き殺すことができれば、その混乱に乗じて体制を立て直せるだろう。サントドミンゴを取り返すことはできんが、奴らには他にまともな指導者はいない。レアンドラがいなければ、奴らはただ町を略奪して密林の奥に帰ってくれるかもしれん。その作戦は絶望的だ、カピタン。カピタン、頼むからもうお前を私と一緒に逃げ出そうぜ。この町捨てよう。早くメキシコ行こう。その作戦は絶望的だ、カピタン。絶望的で危険だが、幸福を除いて他に道はない。じゃ、逃げようよ。マジ逃げようっつってんの。え、イベントは？町は破れたが、港で兵を直接率いるレアンドラの姿が発見された。彼女に迫り殺すことができれば、反乱軍は破壊に満足し、次第解散するかもしれない。やべえな、もう。セーブしよう。もう無理だわ。もう港で待ち伏せとか、もう最悪だな。これ勝てなかったらもう無理ってことでしょ。これ、退却、撤退できないフラグだよ。あなたとノリエガは残りの部隊を引き、五丁を組んで港へと向かう。レアンドラ・ビスカイーノとその士官は、鳩場の近くに魚売りの露天台であろう位置の、布のかかった机を並べ、小さな戦術拠点を築いている。彼女の兵は、近くの船から調達したであろう食料物資の詰まった麻袋や樽を盾にして防衛の配置についている。レアンドラ、出てきて顔を見せろ。お前には殺す前に言いたいことがある。ムカつく顔だ。レアンドラは剣を抜き、兵の間より歩み出た。彼女はあなたに不遜な抽象を投げかける。まったくお前はよく戦ってくれたよ。お前は戦術的天才として歴史に残るわね。俺一体何をしたんだ？戦術的天才なのか。まあ、嬉しいよ。見ろ、エンシェント。砦は取られ、町は焼かれ。お前たちの総督も死んだ。あ、皮肉だった。今度は私を殺すためにどういう作戦を立てたのか。後世だから教えてくれないか。ノリエガは敵意を込めて剣先をレアンドラに向ける。お前はもう終わりだ、ビスカイーノ。お前は我々の親切と厚遇を悪用し、我々を裏切ったのだ。もうたくさんだ。お前はここで終わらせてやる。もうあんたの時代じゃない、じいさん。ここ数年のあんたは生き様ときたらなんて無様なものか。かつてはイスパニョーラ全土を征服し、あらゆる反逆の目を精密な獰猛さで素早く刈り取っていった。恐れを知らぬ、誇り高き司令官ともあろう者が、今のあんたはどうだ？お前の代わりにやってきた男の影に隠れているだけじゃないか。私の影に隠れてないぞ。いや、むしろ私は影みたいな存在だよ。私は誰の代わりにもならない。貴様のようなクズからこの島を守るような仕事のためにこの地に来たのではない。ノリエガはため息をつく。私は血を見すぎたのだ。もう他人の死にには二度と関わる前と決めた。だがお前がそうして私に決断を強いるなら、私はさらなる血を流すことになろう。お前の血をな。なんかノリエがラスボスみたいになってないか。なんかノリエが今まで戦ってなかったけど、実は強キャラなんじゃないの。レアンドラは見下すように鼻で笑い、振り返って彼女の体の元に歩き出す。十分な距離が取れると、レアンドラは背を向けたまま手を高く上げ、それを合図に彼女の兵が一斉に発砲した。さあ行きましょう、戦闘です。いいですね、ラスボスですね。じゃあ行きましょう、撤退。袋小路、戦闘は始まりと同じく唐突に終わった。確かに一旦目で終わったもんな。瞬く間に場は、そうそうたる光景となり、
薄気味悪い静けさが港全体を覆った。あなたの体は破れ、自身で作った血の海の中で身もだえしている。あなたはレアンドラが近づいてくるのを見て、三人の敵兵に囲まれながらも自身の足で何とか立ち上がる。よく戦った、敬意を表し命は助けてやる。お前の兵で生き残った者がいれば同様に助け、お前の指揮下に残してやろう。だがこの島から去るのだ。大陸へ渡りお前の栄光を探すがよい。だがスペインに戻り、国王陛下にここでの出来事を報告しようなどとは考えるなよ。私には異端審問官の友人がいるんだ。その意味をよく考えることだ。じゃあお前一体何のためにこれやってたんだよな。生き残りの兵をかき集め、手当てを始める。あなたの隊を残し、レアンドラは総督の宮殿へと立ち去った。戦場の外れにカピタン・ファン・ノリエガの死体を見つけた。血の海の中で横たわっていて、その場の地面には彼の剣が突き立っている。まぶたを下ろしてやるよ。ノリエガのまぶたを下ろし周囲を見回す。あなたの兵は市場へ向かっているようだ。集合し、これからの行動を考えるつもりなのだろう。じゃあまず市場行こう。ああ。あなたの残りの兵は好き放題に回る反乱兵に軽蔑の視線を投げかけながら市場に集まっていた。全員の存在を確認すると、ベルナンド・トレビーノが不安に揺れる。全員ってお前しかいないよ全員っていうか二人だよ。これからどうするのですか、カピタン。サントドミンゴは負けた、次は何を。この島は新たな総督を迎えたようだが、我々はレアンドラにはこれ以上抵抗しない。今なら自由に大陸に渡れるのだから、目立たないようにして遠征の準備をするのだ。では全ては無駄だったのですか。結局私たちには関係のない話だったと。いやマジでどうしよう。関係ないんだよね、実際は。いや関係なくなってしまったんだよ。負け続けてしまったがためにね。我々が失敗したために多くの良き人々の命が失われた。結局レアンドラにはかなわなかったかもしれないが、だからといって無意味な戦いだったわけではない。そう、失敗から学ぼう。私たちはイスパニョーラでは失敗してしまったが、新大陸メキシコでは成功しようじゃないか。皆は目に見えて気落ちしているが、ベルナンドはあなたの肩に手を置き、あなたから目をそらさない。あなたの肩に手を置き、ベルナンドが私の肩に手を置いたんだね。でつまり落胆している私の顔を察してくれてんだね。さすがだな、お前。お前だけは絶対に守ってやるよ。共に参ります、カピタン。あなたがどこへ行くのであれ、私たちはそれに続きます。他の皆もボソボソと同意した。他の皆ってお前しかいねえだろう。サントドミンゴが平常といえる状態に戻るまでそれほど時間はかからなかった。すでに町人たちは用心しながらも家の外に出てきているし、商人たちも屋台の損失を確認するために市場に来ている。いくつかの物事だけは永遠に戻らない。総督ベルナルド・デ・マンサネードは死に、同様にウンベルト・デ・ロッシとファン・ノリエガも死んだ。ついでにイザベラも死んだ。だがどんな時でも人生は進んでいく。あなたは準備ができ次第マリア・テレサ号に乗り、仲間と共に新世界へと歩を張るのだ。エンドイベント。素晴らしいゲームだよ。負け続けても進んじゃうんだからね。俺こんなゲームやったことねえよ。じゃあ行こう。セーブだ。私は諦めんぞ。ゲームクリアまでやってやるさ。